おはようございます。今回は、広島に存在する、利用客がとても少ない、地下駅に行ってみようと思います。まずは、一番線にやってきた列車で、新白島駅まで行きます。廃墟みたいな駅としては、旧成田空港駅である、東成田駅が有名ですが、今回は広島にある駅です。地下駅ということで、お分かりだと思いますが、アストラムラインの駅です。列車は広島駅を発車していきます。一番線のホームは広く、広島駅の代表的な場所となっています。車窓からは、建設中の日本郵政ビルも見ることができます。そして、あっという間に新白島駅に到着です。ここで、アストラムラインに乗り換えます。アストラムラインは、ここ新白島駅から終点の本通りまでの間が企画間になっています。今回行く城北駅は、中心部方向、新白島駅の次の駅です。新白島駅はこんな感じで、めちゃくちゃ綺麗な駅です。アストラムラインの中で最も新しい駅でもあります。新白島駅から地下に入って、次の駅が城北駅です。では、やってきた列車に乗っていきます。というわけで、城北駅に到着です。降りたのは僕一人です。ホーム上には誰もいません。ホーム上には静けさが漂っています。では、ホームの様子を見ていきましょう。本当に誰もいません。ここ、城北駅は、アストラムラインで3番目に利用客数が少ない駅です。ただ、それでも1日、1000人ほどは利用します。なぜここまで人気がないのか、その理由を解説していきます。エスカレーターも空気輸送の状態です。それでも、エスカレーターもエレベーターもあります。出口のある1階に来ました。ここも、早朝の駅みたいな感じです。では、外に出てみます。今回は、切符で来ました。駅の横には大量の、不法投棄された自転車が置かれています。草が生い茂っているのも面白いです。ベンチも誰にも使われていません。そうそう、紹介するのを忘れていました。こちらは元町高校っていう高校で、ここに通う人たちが駅を利用するので、通勤時間帯は割と利用されます。ただ、それでも利用客が少ない理由として、一つ目に、中心部で買い物などをしてから、県庁前駅などを利用する人が多いため。そして、この辺りに家がある人は、中心部から歩いて帰る人が多く、交通機関ではバスが主流であるため、そして三つ目に、JR との乗り換え駅が隣にあるためです。いろんな人たちにとって、地味に利用することがない駅、となっているわけです。ホームに戻ってきましたが、相変わらず人がいません。30分で5人くらいは見ましたが、やっぱり中心部に近い、中区として、また、地下駅としては不気味な感じです。
こちらが路線図です。先ほど解説した通り、絶妙な場所にある駅です。向こうの方に見えているのが、おそらく新白島駅の端っこです。城北駅と新白島駅は、駅間がとても短く、わずか300メートルとなっています。めちゃくちゃ短いです。歩いても、3分くらいで行けてしまう距離です。こちらは隣の新白島駅です。ここから、企画館に入っているのがわかります。新白島駅は、交通の結節点となっており、多くのお金をかけて、2017年に開業しました。僕の最初の動画は、ここ新白島駅の、JR とアストラムラインの乗り換え動画なので、結構思い入れがあります。新白島駅の動画も撮ったので、今度投稿します。左側から列車が到着する音が聞こえてるんですけど、駅に向かっている途中で真横を列車が通過していくのは面白いです。壁の向こうだから気になって見に行ってみると、こんな感じで線路が地下に入っていく様子を見ることができるわけです。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。あとは意味のない映像で8分まで無理やり引き伸ばしたいと思います。まもなく1番乗り場へ。